らしないとね、いけませんからしますけど、今回のお題が、あ、待って、ちょっとちっちゃい方、ちっちゃい方のもう一個の端末がちょっとツイッターが今インストール中になっちゃった。ちょっと待ってね。そう、今日カバー開けるの怖いな今日ね。今日いっぱい、いっぱい今日ね、公園前に日用品買った、入浴剤買ったやつ、ちょっともうちょっと前にして、ラングラは今回はめっちゃこの入浴剤いい匂いする。今回は 大喜利じゃなくて、あれですね、5575みたいなやつ、俳句みたいなテーマで、ナングラ、ナングラ NMB48 で秋の俳句会を開催。 NMB と秋に関連した俳句五七五を考えてみてくださいとのことだったんですけど、秋といえば なんやろなって考えたときに、食欲の秋しか思いつかばなかったです。今日の入浴剤買ったやつ、ブレンドローズかティーローズかダマスクローズかミニチュアローズだって。どれがいいと思うみんな。今日入浴剤箱で買ってきてね。透明、あ、香り強いだけでお湯はピンクってなったりしないのね。これあ、でも色の色変わるか、ちょっとよくわかりませんが、ラングラも考えつつ、久しぶりにショールームしてるから みんなのコメントも読みます。あ、塩まゆさん、何この風船みたいな、ありがとうございます。え、めっちゃなんか、え、ありがとうございます。和弘さん、ハートありがとうございます。いっぱい、ゲンさんもありがとうございます。今日ね、公演前に俳句を考えてたんですけど、そのメモこの端末でやっちゃった。何だったかな、あ、これ。では一句、毎日が食欲の秋。ちょっと字余りなんですけど、秋 NNB、 毎日が食欲の秋 NMB っていうのを思いついたんですけど、どう思いますか？みんなケータリングとか、結構みんなやっぱり行くので差し入れ来たらみんな
あれですけど、かー秋じゃなくて季節の秋じゃない秋なんですけど、 NMB どんな時でも飽きないぜ。どう？そう、飽きた飽きてないの方の飽きないで、どっちがいいですか？2個毎日が食欲の秋、NMB か NMB どんな時でも飽きないぜ。あと秋葉先生とかもある。めっちゃ名前呼んでくれてるやんって、そういうお題なんだもん。あ、後者の方が好きって人多そう。あきら先生食欲を抑えられない NMB だったらし、頭文字が塩になるよ。だってすごい見つけ方だね。こんばんは、こんばんは。何、どっちがいいかな。あとなんかあるかな。背番号6さん、なんかすごいやつありがとうございます。カンナンさんも小判、ゆりゆりさんも なんかすごいやつ、なんだこれ、ありがとうございます。あきらさん、でも NMB と秋に関連した俳句なんだもんね。うん、ゲンさん、なんか何これ、なんか ありがとうございます。八木くる、おた心と秋の空。あ、おめめきれい、ありがとうございます。父母感謝。あきらさん、
あ、お風呂が沸けたよ。やばい、見止めに行かなきゃ。やべやべ。はい。お、いっぱい今シオンがお風呂を止めに行ってる間に、かわちゃんハート、かんなんさんタコ、ありがとうございます。あきら氏に言われてみたいシオン推し、どういう意味ですか。うん、NMB 全員センターおめでとう。ありがとうございます。どうしよう、あれペンどっか行った。チラシに毎度出会うコンサート、おもろ。それおもろいな。確かに、あきらしに毎度出会う、毎度出会う、あきらしに毎度出会うコンサート。そんなみんな出会ってるん。まあ確かにコンサートは秋にやるけど、じゃあこの3つの中にする。みんなあと思いついた人いますか。準備中。思いつかん。準備中 YUNN の24時間って言いたかったけど、24時間が字余りすぎ。24時間、5577になっちゃう。あきらさんオープンカーで秋風に。
ややこしい。シオンジオンにミオンシオン。ややこしいって聞き取れんなんだよな、私は。聞き取れん。シオンジオンシオンミオン。字余りですけど。でも秋関係ないもんね。関係あんのこれ。聞き取れん。ミオンシ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 オンにジオンミオン。聞き取れぬにしようかな。聞き取れぬ。シーパパさん、シワイさん、ありがとうございます。字余り作戦。じゃあこの4つ面白い、みんなが面白いの言ってくれたのちょっと使っていこうかな。エネンビと秋にかけた五七五です。あと YNN24 時間の準備中はどう？絶対スタッフさん今ごろ準備し始めてるでしょ。いつも年末にありません？巻きもみじ、塩の髪も色づいてありがとうございます。じゃあこの5個どう？多数決してみたらどうって思うんだけど、どうかな。年 B で秋の歌あったっけ。秋の歌？なんやろ。ちょっとお茶飲む。公演終わりだからちょっと喉乾くんよ。一回ちょっと書いてみるね。1、あー横の方が見えるか。3
よし、5個からみんなの中選んでもらうから。よし、あ、この間にいっぱいありがとうございます。なんかすごいスティックみたいなやつ、デュベルさんとゲンさん、マボさん、シーパパさん、シワイさん、ありがとうございます。よし、あ、決勝、秋風、確かに秋風言うとんな。並木道を過ぎたら1、毎日が食欲の秋 NMB2、 NMB どんな時でも飽きないぜ。3、アキレスに毎度出会うコンサート。4、聞き取れぬシオンシオンにジオンミオン。5、 YNN24 時間の準備中。お、かっちゃん、え、なにこれ、タワー、なにこれ、なんかすごいやつ、ありがとうございます。なにこれ、なんかぶっ刺さってる、ありがとうございます。季語いらないの、季語入れる。しかもさやちょっと思ってたよ、季語とか入れた方がいいんかなみたいな思ってたよね。お茶うまし、お茶うまし、公園の後のお茶うまし。あ、メリーゴーランド、なんやこれ。ありがとうございます。シオンっぽくない、シオンならではのがないねんな。そうか、シオンシオンにジオンミオンはシオンのこと入ってんで。別でも順、なんかお題がさ、私のことじゃなくて NMB と秋のことだから、私は2の次でいい。みんなどう思う？はい、チーズ、シワイさんありがとうございます、シーパパさん、コバありがとうございます。なんか他に面白そうなの出るかな。センターで決勝願いコンサート旅。エビ関係はあるか、決勝をかけてんのか。じゃあみんながいいなって思うやつ、とりあえず投票してみましょうか。うん？よいしょ。投票どうやってやんだっけ？これ。はい、ドーン。お風呂冷めちゃうわ。その間に入浴剤どれにするか決めます。ピンクか。スイートピンク、フレッシュグリーン、リッチピンク、ピュアピンク。迷うな。あ、見えないね。これ。あ、待って。もう一個足してなかった。ちょっと待って、ちょっと待って、
やり直し。見える？取り消したよ。投票し直してます。どれがいい？なんかはずいってどういうこと？そんな共感性周知みたいなこと書いてますか？私なんかある、面白くないかな、どうだろう。はずい、選ばれたから。でも面白いなって思ったからシオン勝手に拾っちゃったけど、消した方が良かった。つないでシオン入浴剤決める。今ね4つのうち2個で迷ってんだ。ダマスクローズにしよう。これにする。みんなそろそろ決めた？じゃあ締め切るよ。5、4、3、2、1、終了。投票結果を見てみましょう。せーの、ドドドーン。お4が多いみだね。聞き取れぬシオン、シオンにジオンミオンに決定かな。割と僅差って感じっぽそうですけど、1と5があれだけど、でも4、2、3、割と接戦。秋関係ない。でもリハーサルの期間マジで聞き取れんくて、いつも困ってたんですよ。ってことも書いといたら大丈夫かな。シオンちゃんが言われてる時にシオンだと思ってめっちゃ「私ですか？」って言ったこと何回もありました。てなわけで、じゃあシオンは聞き取れぬシオン、シオンにジオンミオンにしたいと思います。で、私の今日の入浴剤はダマスクローズに決めました。はい、そんな感じでみんないっぱいご意見と投票ありがとうございます。その理由込みでいいと思います。ありがとうございます。じゃあお風呂が冷めてしまうので終わりたいと思います。順位発表しますよ。いきまーす。かっちゃん、塩まやさん、背番号6さん、かんなんさん、まぼさん、しーぱぱさん、ゆりゆりさん、げんさん、名古屋のかわちゃん、しわいさん、どりーさん、
ポンポンリボンさん、ジュベルさんです。ありがとうございます。そして今2097と出てるので、97の方ラッキーちゃんとさせていただきます。発表します。トシカードさんです。おめでとう。ありがとうございます。いっぱいみんなご意見ありがとうございました。ちょっくらお風呂に入って心も体も清めていきたいと思います。皆さんありがとうございました。あ、ライブ終わってからも 初ショールームでしたが、皆さんいっぱいリプとかいろいろ感想送ってきてくれた皆様ありがとうございます。まだまだアーカイブ配信もさせていただいておりましてですね、あのまだ見れてない方は見ていただけたらなと思います。見たらまた感想教えてください。みんなの思ったことを聞けるのすごい私自身嬉しいし、楽しみみたいな感じなので、あの教えてもらえたらと思いますし、あと先月はあの麻雀の切手のやつ、あの応援してくださりありがとうございました。まあ、結果としましてはピエンちゃんでございますが、みんなが一生懸命頑張ってくれてるということは私もあの伝わってきましたし、私がもうちょっとね、寝る間を惜しんででもね、あの一生麻雀しとけばよかったかもしれませんが、ちょっとお力不足で申し訳ございません。また何か機会ありましたら、私が頑張りたいって思うことがありましたら、またねわがまま言います多分。だけどその時はまたわがまま言ってるな、わがままに付き合うかぐらい思ってもらえたら嬉しいなと思います。はい、あとはそう、岡山のラジオ FM 岡山さんのイベントが20日に決定しまして、今募集中なのでよかったら、まあ岡山ちょっと遠いかな、遠いからなかなかあれかもしれないですけど、岡山にお住まいの方とか、あのもしねちょっと遠出できそうな方いらっしゃったら応募していただけたらなと思います。はい、岡山県は初めて行くかな、記憶では多分初めて行くはず、記憶が消えてなければ初めてな気がします。はい、本当はその日違う県に行こうと思っていましたが、岡山県に行くことが決まったので岡山県を楽しませていただきたいと思います。いとこに顔めっちゃ似てます。イエーイ。はい、そう、あと16日はドラフト2期生の冠ライブもありますので、絶賛ドラニーの3人でのグループトークのあの緑のアプリが動きまくっている所存です。いろいろみんなで考えて準備中なので楽しみにしていていただけたらなと思います。はい、てな感じで今月も先月も盛りだくさんな日々って感じなんですけど、もしタイミングがありましたらまたお付き合いいただけたらなと思います。はい、てなわけでこれをお湯に入れてくるので終わりたいと思います。皆さん今日はありがとうございました。あ、つぶやかなきゃな、つぶやきます。みんな考えてくれてありがとうございました。またね。
バイバイ。歯の白い、そんな白くないです。ありがとうございました。バイバイ。 YouTube も編集しないとって思ってる素材は何個かあるので、またいろいろ準備整い次第皆さん